小諸市の上水道の歴史は古く、小諸町時代の大正11年、近隣市町村に先駆けて創設されました。野間取水源地から浅間山の湧水を町まで引く水道施設の建設が行われ、2年後の大正13年5月、町民待望の給水が開始されました。小諸市営水道の誕生は昭和29年です。旧小諸町を中心に旧村部はそれぞれ簡易水道として創立。戦後高度成長期に人口の増加と工業の発展による水需要の拡大に対応するため、水道事業の拡張が行われました。大量の水を確保できるようになり、給水が安定して行えるようになりました。また最新の技術を導入した中央管理室や管路台帳システムを導入し、維持管理の IT 化も進められました。平成27年には御牧ヶ原水道との統合により、現在の小諸市水道事業の給水区域となります。業務の効率化と将来にわたり持続可能な水道事業の実現を目指して、令和元年にはスイング AM 株式会社、第一環境株式会社、そして小諸市の共同出資で設立された公民共同企業体株式会社水未来小諸に、小諸市の水道事業の一部業務が移行となりました。公共と民間の強みを生かし、小諸市上水道施設の指定管理者としての業務、さらに新規事業などにも取り組んでいます。現在小諸市の給水区域は小諸市および御牧ヶ原地域の佐久市、東御市の一部にまで及び 94.10 平方キロメートルになります。稼働中の水源は19箇所あり、すべて浅間山からの地下水を使用しています。貯水機能を持つ施設は40施設あり、その貯水量は2万1000トンになります。年間600万トンの水を配っており、1日あたり1万3000トンもの水が使用されています。浅間南麓に位置する小諸市は火山由来の火山噴出物からなる地域です。透水性に優れており、山に降った水や雪は地下に浸透、湧水になり地表に出てくるほか、地層地下水となります。水源の水質は極めて良好で、塩素による消毒以外に薬剤を添加することなく供給しています。蛇口から出てくる水は湧水をすくって飲んでいるものに限りなく近い水なのです。東から西に行くほど水に含まれるミネラルの量が変化し、多様な水文化の醸成に貢献しています。近年ウイスキー蒸留所など企業からも小諸の水に注目が注がれています。 When our 社長 searched for the land, he didn't specify the water first. He looked for the environment. But when he showed me the water analysis, because I told him not only the landscape has to be very beautiful and also very clean air, but also we need to have good quality of water.So he showed me the water analysis report, and when I saw the calcium content, you know, magnesium, zinc, all these minerals, I thought, you know, this is perfect for whiskey production, because Asamayama is volcanic nature will normally give the water more minerals, and that happened to be the vitamins.For our yeast for production. So, yeast by ingesting these minerals is like human beings taking vitamins. So, they become more lively and also energetic to convert sugar into alcohol. And then, the more lively, the more energetic the yeast are,
the more alcohol you produce. And the more alcohol you produce, the more flavor can be produced as well. So that's why, you know, we think that we have hit the jackpot.、Mm-hmm.小諸の水は長野県でも有数の、高度の高いエリア、この浅間山麓エリアの上水道っていうのはものすごく高度が高くて、その高度は、水道蛇口をひねっても130ぐらいの高度があります、その高度はお蕎麦作りにはとっても適していて、その硬さがお蕎麦の切れ、角の立ったすごく喉越しのいい切れのあるお蕎麦ができるのが小諸の蕎麦の特徴です。それはもうすべてがお水に依存していて、私自身もそば打ち歴26年、代々ここでそば作りしてますが、私同じ職人が同じ材料を持って、この土地で打った香水で打ったおそばと、また東京のデパートなんかで物産展なんかで打った時は、水道の水が違うだけでもう全然麺の質が変わってきちゃいます。この水に生かされて、小諸のおそばを小諸を訪れる方々に提供できてるっていう、もう本当に水ありきです。小諸の水がないとうちのお酒の味にはならないぐらい大事なものでして、カルシウムとかマグネシウムとかのミネラル成分がすごく豊富なので、お酒の発酵を力づけてうちの味である濃純さだったりコクだったりしたようなものを作るのにとても大事な水です。まあ、キレのいいようなタイプのお酒に仕上がります。やっぱり軟水主体ですので、香水のところももちろんあるんですが、やっぱり珍しいところになります。うちの水が長野県の酒蔵の中では一番高度の高い水を使っている、とても特徴的な水となっています。もう一番の特徴としてはやっぱりミネラル分が多いというところ、皆さんご存知だと、思うんですけれども、特にカルシウム分が、すごく多いので、コーヒーやお茶を入れるにあたってですね、やっぱりそのいい部分と悪い部分とありまして、いい部分としてはやっぱりこう非常に甘みが出やすいというのは、感じてますね、なのでそれはすごく良さなのかなと思ってます、なので、あえて当店ではその小諸の水道水ですね、そのまま使ってコーヒーやお茶ですね、お出しするようにしてますね。たくさんのお客様にですね、その小諸の良さ、あるいはそのサイフォンで入れた、お茶やコーヒーの美味しさですね、知っていただけたら嬉しいかなと思っております。100周年の歩みを経て未来に向けて、小諸市水道は既存の水道管の維持管理と効率的で持続可能な新しいシステムを導入し、今後も安全な水供給を維持していきます。